マウス・ウォンツ・ディースというゲームです。これはやばいですよ。30ステージ以上ある。そんで作ったのがアンセラさんとアラン・ヘイゼルデンさん。やばい。何？レフトマウスインタラクト、ライトマウスアンドゥ。なんか、ん？なんで？ん？なんで下に行くのこれ？なんなんだよ。これチーズか。ネズミが出てきて壁にぶつかった時に行ける方向に行く。ああ、あ、いや、いいんじゃない。これがさ、これが動いてるから、これがなんか生き物なのかなって思ってて、反応がないなと思ってました。二つ？両方に行き場があるネズミは動かなくなっちゃうのか。今度は壁。ああ、何した。今もともといたネズミにぶつかってこっちがアクティブになった。めちゃめちゃ考えることあるじゃんこれ。めちゃくちゃ難しくなるよね。挙動がわからなすぎる。次のターンで何が起きるのかわからない。あれ、よくない。いや、いや、それなんだ。こう来て、これがこっちに来て、これを起こして、これがこっちに移動するのはしなかったのか。目の前、直進方向の先にいない場合は、この子は行き止まりに来たと判断して寝たのか。ダメっぽいね。いや、あの子が起きれば
無理か。こんなのそう当たりやないか今の。これは理解可能だよね。これ、ああ、これがこれを目を覚まさせても、これの行き先が結局、二股になってるから、寝るになるのか。むず。この子は行く。2匹しか出せない。どっちの順番で行くか。ここってでも行き止まりになるもんな。これが出てきても。だからこっちを動かすしかない。あ、そっか。起こすのか。忘れてた。なんか、このゲーム、チュートリアルの順番めちゃくちゃじゃない？なんか、それは知ってるよみたいなことを、なんで今更出すんだろうっていう。ここも二択なんだけど。チーズが3個あって、ああ、こっからは1匹だけど、こっからは複数匹だ。この子を、こっちから叩きに行けばいいから、ここに溜め込みたいよね、次は。ああ、違うかも。いや、合ってるかも。これは理解可能なんですよ。なんかある。あ、こ。このゲームで箱出たな。これは、両側に道があると判断するのか。行き止まりじゃないんだ。そうなるってそうか、そうなるのか。ここになんか持ってきたいよなっていう感じ。はい。いるやつを返すってことができるのか、それもまたトリックだな。食べて止まる。ん？違うな。食べてるネズミは太っていて箱代わりになるってことね。箱2つを押せるのか。押せる。
これこっちでもいい気がするな。あ、違うか。こっから2匹出せないからダメか。いいんじゃん。何これ、ドグチーズ。これを作ったらダメってことかな。これリスタートってなかったっけ。ミドルマウス、なるほど。スイッチかな。はあ、これって移動してる最中には、ああ、出せないな。ダメだ。むず。一回だけスイッチを切り替えられる？この辺もね、ふんとか、なるほどとか言ってるけど、別に考えてないですよ、頭の中では。なんとなく怒ってる事象を見てるだけ。ああ、そっか、二つは食べらんないからね。でもん、あ、踏んであるのか。そっかそっか。あれでも赤色はもう一回踏めるのよな。そうなる。こっちからネズミ来ることってないじゃん。じゃあここ何なんだ。
なるほどね。なるほどね。かっこ分かってない。なんかこいつを助ける手段があるってこと？なんや。何が起きてるのかちょっとわからない。なんか汚染されたものを解除しているっぽいです。これをいつ行くかだよな。これぐるぐる回っちゃうか。回らないか。でもこれはもう回るだけだね。マジ？そのルートはちょっと想像しなかったです。もう一匹。もう一匹いらないんだよな。そこの一瞬のひらめき出ないよな。これをなぜやってはいけないのかってことを考えないといけないの？ん？別によかったじゃん。何のためのギミックだったんだろう今の。1回しか出せない。何回でも出していい。そんなもん。これをいつ押すかゲームだよな。毎ターンこの壁が出てきて地形が変わってっちゃうから、まあ分からんっちゃ分からん。この辺のステージさ、なんか最初のステージの形に似てるよね。一番最初にこういう形のステージなかったっけ？なんかちょっと難しくなってるのか。あ、右下にレベル書いてあった。今気づいた。レベル28だ、今。そこで止まるか。ああ、そっち動くか。あのネズミ動かないようにしたかったな。ダメだ。
そこがちょっと読めないんだよね。それを上に持ってっても動かないようにしたいな。できないのか。こいつが動くのが嫌だなって思ってる。さっきそうだし、ここで積むんだよね。挙動が変わってしまった。わかんないだろこんなの。たくさんチーズがたくさん。ここが難しそうなのかな。真ん中いきなり焼けると厳しい感じがする。なんかあとは頑張っていただけたら。難しくなかった。これダメじゃない？どっちを押しても帰ってくるんじゃない？あ、待機させるっていうのがあるのか。テクニック。上がこのボタンを押してぐるぐる回り始めちゃうから。なんだこれ。これを食べた子をここで止めたいよねって感じだよな。上のボタンが全然下と連動しないでな。これなんだろう。それはなんだ。なんだそれ。その時間なんだ。あー、なるほど。複数体準備できんのこれ。複数のネズミが同時に出ることによって何かこうあるんだろうな。じゃあ想像できんけど、下からのやつはいらなかったね。これがこう来て真ん中でストップして、このネズミがこう逃げてここで止まるのか。あれ、ちょっと想像と違った。二人がこれをここに合わせたときに、こいつとこいつが、なんでこいつは寝るなんだ。あ、二人ともこうやって回って、ここで寝るじゃないの。ん？ん？ん？よくわかんない。こう来た子がこう来て、ここに来て、出たの？出てった？画面端ループかな。 You win って書いてあった。ループじゃなかった。そうなんですよ、このゲームはね、難しくしようと思えばいくらでも難しくなっちゃうところが怖いよね。このぐらいの難易度で抑えてて助かった。これを考えましょうと言われたら無理だもんな。あ、上見てない。 Thanks for playing. ボーナスレベルアンロックド、まだ続くぞ。なんで？これは何？これはぐるぐる回り続ける仕組み。これ何のために押すねんじゃ。5個出口があって、
これが出るともうここから出られないから、あらかじめいるやつらがなんですの。ああ、もう完全に、あ、じゃあここは行くんだけど、2人出走準備をさせましょうみたいなことだと思うんだよな。これが回ってる間にこういう、そういうことを言ってるんじゃないのか。タイミング勝負。いや、関係ないかも。これが回ってる間にこれとこれとこれを押さないとダメってこと？無理だよ。無理だよな、そんなの。青色を踏まないようにすれば別にここはいけるんだけど、いや、そんなことないね。どれか一つでも踏んだらもうここいけないから、ここから出る人の前にこれを押すんだけど、これを押すと青色が出ないのでもう出られない。これを押して、それをやってられない。この中から一つだけ正解を選べばいいのか。ちゃっちゃっちゃっちゃ。だから、え、ちょっと絶対スピードが足りないけど、これ。ちょっと待って、33無理だよ。あー、飛ばせないのか。次のレベルにはいけないね。
より無理だろ。なんかまだじゃあ知らないテクニックかな。そうかそうかそうか、なるほど。は？ああ、下の子が動いてない。どれか選べばいいんだよな。これかこれ。あれ？青色が切れてる。なるほどな。終わり？ああ、即クリックしちゃったのか。なるほど。いや、最後のステージちょっと忘れてた。ネズミ置きっぱなしにするを忘れてたな。いや、なるほど、盲点でした。でも面白かったね。いや、面白かった。面白かったけど難しいよな。これは簡単すぎるっていう発言はちょっと適切ではない。あえて簡単なところで抑えてるっていう感じだよね、制作者が。このぐらいのエンジョイアブルな状況で提出したっていうところに、パトリックスパラボックスとかと同じだと思います。難しくしたら人離れるから、もうこのぐらいの感じで楽しめた、面白かったで30分ちょいで終わる、ちょうどいいね。だからこの辺のバランス感覚はさすが。ちょっと考えないといけない。このゲームでもな、僕この手のプログラムする系ゲームって苦手で、それはそのプログラミングしてる盤面から最終的な盤面までが飛躍しすぎてて、その中間を埋めらんないんですよ、僕の頭の中で。だからそれがめちゃくちゃ複雑なことを求めるプログラムになってくるともうギブアップなんだけど、このゲームはそうならないように入り口も極力本当に最小限の選択しかできないようにしてあるし、それがいいよね。それがいいと思いました。よくできている。よくできているゲーム。おすすめ。おすすめ。おすすめ。